着物を着るのも結局洋服がもう全然似合わないって言われて、それで何着ていってもダメで、そうなんです。でかみさんがロンハーマンのねシャツを買ってきた。ロンハーマンって有名なブランドだ。その当時はアメリカから来て、要するにやつでこうビランってこうなってたりとかするやつなんですよ。こうなんかこう素直なやつじゃなくてこうビューってこうなってる、そうなんか蛇腹じゃなくなんていうのこう波みたいな感じになってる、そのおしゃれなやつを買ってきて、それをじゃあこれも私あんたがねそう言われたら私の恥にもなるからっつって、でかみさんがロンハーマンの、そうなんですよ、夫婦で買ってきたからこれ着ていきなっつって、着て行った日にだらしない格好してねって言われて、うちに帰ってかみさんにこれだらしないって言われたらこれって言ったらもう私の手には負えませんって言われて、それで着物の道具だったらうちにあるなと思って、で着物で行ったらもう落語家だったら着物でずっと行けばねいいじゃないですか。もうちょっとしたねちゃんとしたパーティーみたいなところで落語やってくれって言われた時にセーターで行ったらその主催の人にすごい怒られて、なんでこういうところにそういう格好で来るんだと。で周りの人にやっぱこれダメですかねって言ったら、やっぱ落語家さんだから着物で来るのがいいんじゃないですかって言われて、あそうか着物だったらね一段こうねなんとなくあの正式な服としてもね着物としてもあの扱ってもらえるし、まあ、その方がいいかなみたいなのでこれ着ていくようになったんですけど、だから新しくこう着物で出かけたその日にだらしないって言われました。